相鉄グランドフレッシサ東京米有明とは東京都江東区有明の有明プライムビルに入居するホテル。運営は相鉄ホテルマネジメント。1階から16階まではサンルートホテルチェーン直営ホテル、ホテルサンルート有明として2009年6月25日に開業した。17階から20階まではレジデンシャルホテル BE コンテ有明であったが、 2014年1月に、オークウッドホテルアパートメンツ有明にリブランドした後、2018年3月31日をもって営業を終了。同年4月1日より、ホテルサンルート有明のプレミアムフロアとなり、790室から912室に増床2019年9月10日をもって、ホテルサンルート有明としての運営を終了し、 9月11日より、現名称で運営を開始した。新型コロナウイルスの影響により、2020年5月10日から6月30日まで一時、休業していた。宴会場、会議室、レストラン、バー、コンビニエンスストア、ビジネスセンターを有し、また羽田空港、成田空港から、リムジンバスも運行。東京ディズニーリゾートグッドネイバーホテルの一つで、宿泊者は、 ホテルと東京ディズニーランド、東京ディズニーシー間を結ぶグッドネイバーホテル、シャトルバスを無料で利用できる。送客室数912室3階以上の客室階へはエレベーター内のキーセンサーに客室カードキーをかざさないといけないセキュリティシステムを採用。宿泊者以外は客室階へ上がれないようになっている。また客室カードキーは非接触型 IC。 カードキーを用いている。全客室 Wi-Fi 有線 LAN によるインターネット接続が無料となっている。通常フロアプレミアムフロア客室数は121。バルコニー完備、電子レンジ付き、トイレとバスルームはセパレートタイプ。ワウワウ視聴可能。横浜ビールが運営。ありがとうございます。